はい。こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はクレーンゲーム最新ディズニー攻略法というタイトルでお送りしていきます。それでは、参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。締め切りは12月2日ですね。こちらのサムネに詳細ありますので、ご視聴よろしくお願いいたします。はい、というわけでね、本日はね、ディズニー狙っていこうかと思います。意外とね、クレーンゲームでね、ディズニー関連の景品少なかったりするんですよね。あんなミッキーってかね、ちょっと出るんですけど、あんまりたくさん出ないんですよね。なんで今回ね、100周年の、見てください、これ。真っ白なミッキー。しかもこれ、今回、プレゼント企画になっております。なのでね、もしね、このミッキー欲しいなと思った方、いましたらね、プレゼント企画にエントリーしてみてください。というわけでね、狙っていこうかと思います。でね、私がね、いつも言っているこの人型のぬいぐるみ、基本的には簡単です。というわけでね、そちらのね、攻略法をご紹介していこうと思います。でね、この人型のね、ぬいぐるみはね、基本的にはね、一番細いところですね。まあ、今回で言うとね、だいたい首ですね。首をずっと寄せていけば簡単に取れるよというふうに私いつも解説しております。そして今3回目なんですが、首持ってきます。これね、景品ね、奥の方に行き過ぎてるように感じるんですがね、これね、可動域的にかなり奥まであるんでね、全然これでも大丈夫です。そしてね、ここからね、ディスプレイズリズリですね。もうね、これ見てください。シールドギアです。そしてね、頭をね、この奥のディスプレイにね、こう、引っ掛けながら、ズリ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 ね、もう左奥に行くとね、自然とね、もうね、行き場がなくなって、取り出し口に落ちてくるというね、攻略法になっております。がなんですね。ここでね、なんかね、ちょっとね、急にね、ちょっと詰まり出したんですよね。一点目ね、真ん中持った時、一個しっかりグッと上がったんでね、いけるかなと思ったんですがね、ここで、一応この3本でしっかり持ってみようと思います。ここでね、奥のね、奥アームがね、ちょっと奥の景品に邪魔されてるんですよね。というわけで、狙っているんですが、少し形変わりましたね。はい。というわけでね、ちょっと今度は発想を変えて下半身振っていこうかと思います。これね、頭を捨てにも下半身をね、取り出し口側に入れていこうかと思います。右側までゴリ寄せです。さあ、どうだ、ここで持ち上がらないんですよね。この景品ね、結構重たかったんですよね。はい。というわけでね、じゃあ、そういう時はこうしましょう。まずはね、右アームで足を一本取り出し口側に入れます。はい。こういう人型っていうのをね、取り出し口側に入れる。足を取り出し口側に入れるというね、これこうあります。これね、見てください。入りましたね。シールド内側入りました。というわけでね、こうやってね、部位をね、ちょっとずつね、取り出し口、内側にね、持っていくという攻略法もあります。というわけで、続いて、もう一度行きましょうか。下半身、今度はね、右の足ですね。右側の足もね、取り出し口側に入れていこうと思うんですが、あ、ちょっと狙い位置が悪かった。まだちょっと狙い位置が悪かったですね。というわけで、もう一度行きましょうか。もう一度ね、イメージとしては下半身を引っ張るようなイメージで狙っていこうかと思います。奥アームです。あ、これちょっと刺さってるがやば。あ、行きましたね。抜けました。奥アームと右アームで足を引っ張って、さあ、どうだ？おお、足が折れ曲がっちゃいましたね。これね、足がね、取り出し口側行ってるね、おそらく重りでそのままくるんっていったんですがね、ここ、重要です。ミッキーね、耳があるんでね、くるりんぱ意外と難しいです。なのでね、奥アームでね、これギリギリです。耳に入らないように、手前と奥アームで、さあ、どうだ？はい、無事に。マッチョがクルリンパでゲットです。リプレイで見ていきましょう。先ほど言ってた耳に入らないようにって奥アームですね。奥アームが奥側の耳の根元に入らないようにということですね。なのでね、逆に言うと今回ね、手前の耳でクルリンパ行きました。3本でね、耳を狙いながら、ここですね、耳でグイーンと行きましたね。はい、というわけで結構ね、このクルリンパ意外と難しい、アームポジション難しかったんですが、こちら、プレゼント企画のミッキー、1000円でお得にゲットです。はい、すごいねと思ったら、チャンネル登録、いいね、お待ちしております。はい、というわけで、こちらも新作ですね。行きましょうか。これね、キャナジベールということでね、こちら、ベールらしいです。チップとデールの見分け方はね、鼻の色なんですけどね。赤い方はね、鼻血が出てるように見えるんで、鼻血デールという覚え方をね、視聴者さんから教えていただきました。というわけで、私、覚えれました。こちら、デールだと思います。というわけで、狙っていこうでしょうか。で、今度は、飛び出寄せていきます。これね、私の好きなね、景品が大きいのに、体がちっちゃいやつですね。まあ、中ぐらいと言いましょうか。この設定、私、得意なんですよね。そして、ね、見てください。今ね、
アームパーム、これなかなか強いです。というわけで、もうゴリゴリに寄せていこうかと思います。右アームでね、もう首にバコって入れてね、ゴリゴリに寄せます。さあ、どうでしょうか。もうかなりパワー強かったんでね、ここから一気に引き寄せてくるとは思うんですが、さあ、どういった反応を見せてくれるでしょう。まあまあね、ちょっと反応は悪かったですが、パワーがあるには間違いないですね。はい、というわけでこのまま下半身、頭を支点に、ね、下半身振っていこうかと思います。この景品もね、どちらかというとね、まあ帽子まで含めると結構長い、長方形とかね、長いんでね、横にしてね、つまみ寄せるというのが一番効果的だと思います。というわけでこれ、とりあえず下半身を振りながら横に向けていこうと思いますが、おもうちょっとね、景品時点でもうちょっと上に引っ張ってほしかったんですが、まあ横になりましたね、悪くないです。というわけで続いて下半身持ってね、先ほど言った私がね、横にしたいって言ったんでね、これ下半身を持ってつまみ寄せるような感じで狙っていきます。狙いとしてはね、頭ずりずりです。さあ、どうでしょうか。頭ずりずりで下半身を引っ張ってくるか、悪くないぞ。おお、いいですね。ちょっとね、近寄ったかと言われると微妙なんですが、反応自体は悪くなかったです。というわけでもう一度行こうかと思います。さて、どうでしょう。先ほどよりちょっと深めに持った、手前アームが刺さっちゃいました。これ失敗です。やばい。さあ、どうでしょう。やはりね、手前ハーブがね、シールド刺さっちゃってね、景品奥まで入りませんでしたね。うん。というわけで、もう一度行きましょうか。もう一度ね、刺さらないように狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょう。このね、デールね、意外とね、帽子、ちょっと持っております。この帽子もね、使えます。さあ、どうでしょうか。半身引っ張っていくんですが、ここから、頭ずりずりで寄せることができるか。来い。惜しい。惜しかった。今完璧なつまみ寄せが決まったんですがね。はい。というわけで一旦平行移動お願いしました。はい。というわけで、ね、私の行きつけのラウンドはさ、なんですがね。今回、ダッシュ部分の平行移動でしたね。はい。というわけでね、今回、ただそれでも関係ないです。タグ狙っていきます。平行移動からのタグ、さあどうだ。トップズボシ、決まりましたよ。決まりました。さあどうでしょう。ここからどういった反応、効果来るぞ。そして、パワーも強いので、悪くないです。はい。もうというわけで、ね、一気にチャンスタイム作れました。というわけで、ここもクルーリンパでいただきましょうかね。まあ、タグ掛けでね、フィニッシュまでいかなかったですが、全然いい感じです。というわけで、頭ですね。頭から帽子のらへんを狙ってクルーリンパ狙います。さあ、どうでしょうか、これ。もうこれは完璧でしょう。もらってもらいましたね。もらいましたね。もらいました。おまさかの粘られましたね。あ、これ粘る、なんで粘れるんだというわけで、今度はもう一度ね、頭すくっていこうかと思います。これね、持ち上げすぎたらやばいね。パワー強いんでね。あ、どうでしょう。これはさすがに浅すぎるか。さあ、どうだ。おーっと、はい、無事にマッチョが帽子積んで、ゲットです。リプレイで見ていきましょう。正直、ほぼミスっておりましたね。ちょっとビビりすぎたんで、顎入ったらもうね、引き上げてしまうんで。たまには完全にかすったんですが、最後帽子に、ちょん。ちょっと最後のね、これは、微妙な感じでね、まあ、ちょっと運もありましたね。はい、というわけで、こちらの、花ジビエール、ヒップのデイニーとデイルの方ですね。はい、1000円でお得にゲットです。はい、というわけでね、こう、鼻がね、ここなんで、デイル。チップですね。はい。チョコチップですね。そうですね。鼻が茶色いので、ね、チョコなんで、チョコチップ。で、はい。こう。はい。チップ、チップですね。はい。チョコチップなんで、チップですね。はい、行きましょう。ごめんなさい。というわけで、今度、奥アームでぶっ刺していきましょう。これね、もうね、帽子ガンガン狙っていきます。ただ、帽子としてはサイズがちっちゃいんですが、奥アーム見てください。なぜか、アーム本体こんな状態なんですよね。これね、一応スタッフさんにね、景品補充してもらった時もね、気づいてなかったんですよね、これ。でなので、そのままプレイしております、はい。はい。というわけで、ちょっと帽子ぶっ刺しが厳しそうなので、先ほどのように、今度また下半身振っていこうかと思います。これね、うつ伏せになるとね、この景品のね、下にね、空洞ができるんで、アームがこう、さっと入っていくんでね、なかなかこれいいんですよね。というわけで、どうでしょう、これ。しっかり下半身を持って、来い。そっちか。今回ね、ディスプレイの景品、ほぼほぼなくなっているんでね、これフィールド広いんですよね。本来ですとね、奥にね、ディスプレイがあるとね、こう、そこで止まってね、景品があまり奥行かないんですがね、ちょっとこれ奥行きすぎてるんですが、もうスタッフさんも呼ぶのめんどくさいんで、一応限界まで持ってみました。うん、少しは引きずり出せたかな。
はい、というわけで今度はね、ちょっとあまり意味ないかもしれないんですが、右アームで帽子ぶっ刺していこうかと思います。やはりね、あんまり意味ないかもしれませんがね、刺せるポイントがあるとね、はい、ずっぽしずっぽしずっぽしですか、アーム本体のあのパンも引きになりますね、パンも。さあどうでしょう、あー悪くないです。はい、というわけでね、このままね、ぶっ刺しポイントのね、帽子が寄ってきました。というわけでもう一度行きましょうか。これね、高確率の、ちょっと景品の向き自体は悪いんですがね、まあ刺せるときは刺していきましょう。というわけで右アームで、あっと、これはちょっと失敗しているか、刺さっていないか。ああ、刺さっていないか。今ちょっと2名刺さってましたね。うん。はい、というわけでもう一度行きましょうか。もう一度ね、頭を滑らせながら狙っていこうかと思います。さあ、どうでしょう。頭を滑らせながら右アーム。だっこい。あーっと、しっかり奥まで入りました。ここから、ちょっと景品の向きは悪いが、引き上げて、どういった反応に、おーっと、シールド乗せることにできました。はい、というわけで、今回は、平行移動お願いいたしました。ちなみに、違うスタッフさんにお願いしました。というわけで、これ、クルリンパで最後決めていこうかと思います。さあ、どうでしょうか。これはね、先ほど引っかかったんですが、今度はね、仰向けなのでさあ、おーっと、やばい、おっと、はい、無事に、マッチがクルリンパでゲットです。リプレイで見ていきましょう。なんかちょっとなんかタグが引っかかっておりましたね。はい。これね、ちょっと頭のノイトは浅かったんですがね、もうアームサイズ大きい、パワーもあるんでね、ちょっと深めに持ってみました。そしてここからですね、頭ずりって滑って、ここまで良かったんですけど、ここなぜかなんか、アームに、ね、奥アームにタグが引っかかっておりましたね。危なかったです。はい、というわけで、こちらも800円。これも超お得にゲットですね。はい、無事に20ゲットです。はい、というわけでね、本日はね、ディズニーをね、3種狙ってみました。まだね、この景品たちね、ラウンド1さん扱っておると思うので、また週末見かけたら狙ってみてください。はい、で、このチャンネルが、気に入っていただければ、いいね、チャンネル登録お待ちしております。そしてコメントお待ちしております。必ず開封しますんでね。はい、というわけで、この辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。